さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はアマゾン新生活セールファイナルを見ていきたいと思います。え、ファイナル？ネーミングがなんか続編的な感じですよね。ということで、セールの中から特に自作パソコン系でのおすすめ商品をご紹介していこうと思います。たくさんの商品が出ているので、その中でも個人的に良さそうなものを紹介していこうと思います。もし気になる商品があったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もしかしたらすでに売り切れのものもあるかもしれませんがご了承ください。それでは行ってみましょう。Amazon セールで購入される前にキャンペーンにエントリーすると、あ、しまったこのページじゃなかった。え、購入額が2万。あ、いや何のことかな。ということでポイントアップキャンペーンに参加してからご購入してください。あんた後で話が。それから、購入の際の注意事項ですが、出荷元と販売元が amazon.co.jp のものかどうか確認しましょう。この場合は出荷から配送まで amazon.co.jp が行います。配送に関する配送状況、返品などクレーム対応まで、すべて Amazon が行うから安心となります。これが amazon.co.jp じゃなかった場合、商品が届かないなどもあるのでご注意ください。出荷元は Amazon でも、販売元が大手メーカーや有名メーカーの場合は大丈夫なところもあるとは思います。それでは Amazon ページを見ていきましょう。まずはインテルコア i5-10400F になります。価格は 21,830 円。価格コム最安ってわけではありませんが、インテル12世代 CPU で6コア12スレッドで、価格的にも買いやすい CPU かなと思います。マザーボードや DDR5 メモリの価格も下がってきたので新しくしたいって方におすすめかなと思います。あ、F 付きモデルなのでグラボは必須の CPU になります。続いても同じインテル12世代の i5 なんですが、こちらはコア i5-12600K になります。価格は 33,230 円。こちらは10コア16スレッドでさらに OC 可能な計付きモデル、内蔵グラフィックもついています。価格コム最安を見てもあまり差がない商品だったのでご紹介しました。先ほどの 12400F よりも1万円ぐらい高い CPU になるのですが、ゲーム配信や動画作成、その他マルチな使い方をするにはこっちの CPU の方がいいかなと思います。では次。まず一つ目は ASUS Prime D660MAD4 になります。価格は 13,111 円。こちらはここ3ヶ月以内でも最安で、価格コムでも最安の商品になります。D660 の中でもエントリー向けのマザーボードなのですが、先ほどの i5 と組み合わせも特に問題なく使えるかと思います。サイズはマイクロ ATX でメモリも DDR4 なので、今お持ちのものから新しく乗り換えにもしやすいかなと思います。続いては MSIMAG D660M モルタル Wi-Fi DDR4 になります。こちらなんですが価格コムには商品記載がもうなく、この動画の編集時点で残り1点だったのでもうないかもしれませんが、これ2万円はなかなか安いかと思います。ここ3ヶ月を見ても最安値のマザーボードですね。こちらも先ほどの i5 が十分に使えるマザーボードになります。続いては ASUS TUF Gaming B760MAD4 になります。こちらはインテル12から14世代まで対応しているマザーボードで、その中でも中間グレードで幅広く対応しているマザーボードになります。それが13,000円は安いかと思います。Amazon 内でも一番安いですし、価格コムでも最安価格なのでおすすめかと思います。こちらはおすすめというよりも探していて思わず何これ、って言ってしまったもののご紹介です。それがこちらの ASUS EXB760MV5D4CSM になります。価格は14,480 円。最初見た時中華の偽物かなと思ったんですが、ちゃんと ASUS の商品みたいです。こちらはメモリが2枚しかさせず、電源回路のヒートシンクもなく、背面のインターフェースも必要最低限のどちらかというと企業向けっぽい感じのマザーボードです。まあ自作したいって人にはおすすめしませんが、動作確認用とかに1枚持っていても面白いかもしれませんね。ちなみに DDR5 メモリ版は11,980 円で売っていました。ASUS も面白いマザーボード売っているのね。ですね。続いては MSI Project 790P Wi-Fi DDR5 になります。価格は23,980 円。Z790 で2万前半はかなり安いですね。どうしても BIH マザーボードじゃなくて、安くて Z マザーボードが欲しいって方にはいいかもしれません。一応 Z790 の中では一番ランク的には低いですが、それでも十分な性能が出るものになります。続いては MSIMAG D550 トマホークです。価格は16,380 円になります。これはセールの時に毎回安くなっているのでご紹介しているのですが、いつまで在庫があるんだろうっていうくらい毎回出てきますね。こちらは Ryzen 5台に対応しているマザーボードなので、今回は特に安くなっていないですが、Ryzen 7 5700X とか 5800X3D とかに使えるマザーボードになります。ただ今回 V550 マザーボードには強敵がいまして、それがこちら。ASUS ROG Strix B550A Gaming になります。価格は16,980 円。
価格コムでも最安価格で、白くて、ROG で、かっこよくて、安い。もうこのマザーボードで十分かと思います。紹介が雑ね。いやいやそんなことありませんよ。ではマザーボード最後はこちら。何これ？マザーボードに入れようか、CPU に入れようか悩んだんですが、とりあえずこちらはミニズフォーラム DD790i になります。価格は 83,984 円。こちらは2024年4月13日発売の商品なので予約という形になります。ミニズフォーラムといえばミニパソコンで有名なメーカーですが、それが ITX マザーボードタスノート用 CPU のセットで販売をしていて、しかも搭載している CPU が AMD Ryzen 9 7945HX という16コアの化け物 CPU 付きマザーボードになります。性能云々はカキさんが以前動画を出していたので、そちらを概要欄に貼っておくので見てみてください。シュラララチームの DDR5 6000MHz16GB×2 枚になります。価格は 15,700円になります。こちらはセール時に毎回紹介していますが、 DDR5 6000MHz で 32GB で光るメモリで最安のものって感じですね。前回の新生活応援セールの時より200円ぐらい安くなっていました。続いてもチームの DDR5 6000MHz16GB×2 枚になります。価格は 13,980 円です。先ほどのメモリよりも1000円安いんですが、こちらは RGB で光らないメモリになります。パソコン組みたいけど光らせたくないって人に良さそうなメモリかなと思います。続いてはコルセア DDR5 7200MHz ドミネーターチタニウム 16GB×2 枚になります。価格は 31,169 円とちょっと高いメモリにはなります。コルセアのドミネーターシリーズは高級感もあって白いパソコンを組みたいって人にはいいかもしません。では次。SK ハイニクスプラチナム P41 2TB になります。価格は 28,800 円。 M.2SSD 最安期まで安くはありませんが、現状価格コムも含めて最安価格になります。私もこちらは昨年9月に購入したものですが、読み込み最大 7000MB/秒、 書き込み 6500MB/秒 で容量も 2TB とかなり使い勝手の良い M.2SSD です。 1TB モデルも 11,369 円と安くなっているのでいいかもしれません。続いてはウエスタンデジタル SN771TB になります。価格は 11,759 円。こちらは先ほどの P41 よりちょっとだけ高いのですが、ウエスタンデジタルのブラックという信頼が欲しい方はこちらの方がいいかと思います。読み取り 5150MB/秒、書き込み 4900MB/秒となっております。では次。コルセア RM850X シフト 850W になります。価格は 22,055 円です。こちらは一応セール商品ではありますが、今までの最安ということではないのですが、今回ご紹介に入れてみました。なんで最安じゃないのに紹介してるの？こちらなんですが、先日白いパソコンを作った時に使用した電源で、こちらの電源の配線が横からつけるタイプだったんですよね。これが実際に組んだ時にめちゃめちゃ便利だったので今回ご紹介いたしました。ただケースの裏配線スペースにもある程度余裕がないと難しいところもあるかもしれません。なので最安ではないけど、便利なものとして紹介させていただきました。とりあえず欲しいものリストに入れて、もう少し安くなってから買うのもいいかもしれません。では次。NZXT の H7 エリートになります。価格は 18,580 円です。こちらは3月頭の新生活セールの時より2000円ぐらい安くなっていました。普段このケースがだいたい2万円ぐらいで売っているんですが、今回のセールで18,000円まで下がっていました。また価格コムでも最安価格だったのでこれはなかなかいいかと思います。続いては NZXT H6 フロー RGB ブラックになります。価格は 17,576 円。こちらはデュアルチャンバー構造で、ファンが斜めについているタイプのケースになります。RGB ファンも3つついていて価格コムでも最安価格でした。白は4円だけ高かったですが、白も価格的にはいいかと思います。4円の差って何？なんでしょうかね。さらに安くてかっこいいケースが良い方はこちら、NZXT H5 エリートになります。価格は 14,580 円。こちらも価格コムでも最安価格のケースになります。今回は NZXT が結構安めでしたね。では次。MSIMAG コアリキッド M240 になります。価格は 8,964 円。 240mm の簡易水冷で 9,000 円を切るのもなかなかすごいと思いご紹介しました。これなら1万円近いハイエンド空冷クーラーを買うよりもこっちの方がいいかと思います。 360mm モデルも割引されていますが、 240mm の方が割引率が高いのもポイントですね。続いてはディープクール AK620 になります。価格は 7,300 円。こちらはミドルハイぐらいまでの CPU まではしっかりと冷やせるクーラーで、現在価格コムでも最安価格になります。一時期検証の時によく使ってましたが、使い勝手もいいクーラーなのでおすすめですね。では次。シュララ
LG2524H になります。価格は 28,800 円。24.5 インチでフル HD、リフレッシュレート 280Hz で発色の良い IPS パネルに応答速度が 0.5 ミリ秒と、ゲーミングモニターとしては十分すぎる性能かなと思います。続いては XIOMIA27i になります。価格は 12,980 円。ゲーミングモニターではないのですが、27インチのモニターでこの価格はかなり安いなと思いご紹介しました。申し訳ない程度にリフレッシュレートは 100Hz ですが、IPS ハードスクリーンというのが IPS パネルとは違うのかもしれませんが、事務用途なんかにはいいかなと思います。3枚並べても4万円いかないっていうのもすごいですよね。L 型のストリームデックプラスホワイトになります。価格は 36,70 円です。動画編集やゲーム配信などで使えるデバイスですね。私も普段これより古いストリームデックを使っていますが、編集スピードが格段に上がりました。ゲーム配信とかでもいろいろ使えるので結構おすすめのアイテムですね。続いてはアンカーシリーズでサウンドコア VRP10 です。こちらはアンカーのゲーミング向けイヤホンになります。価格は 19,900 円です。最大24時間再生や2台同時接続など結構欲しい機能がついているイヤホンなんですよね。また VR 系でも使われている方が多いみたいです。ユーグリーンネクソード 300W になります。価格は 19,965 円です。こちら先日レビューさせてもらってからデスクに置いてずっと使っているのですが、めちゃめちゃ便利ですね。300W なんて必要ないって方もいるかと思いますが、ノートパソコンやミニパソコンをメインで活用している方にはかなり重要なアイテムかなと思います。最近は USB で充電するものも増えたのでこういうのが一つあると一箇所で全てできるのでいいかと思います。もちろん使用ポート数によってワット数の変動がありますが、5ポート出力でも 140W を出し続けられるのはすごいですね。また途中でケーブルの抜き差しをしても電力が切れないことも便利なところも一つです。続いてはアールドブルの 250ml×24 本になります。価格は 3,592 円です。1本あたり150円です。こちらは3月頭のセールの時がもうちょっと安かったですね。レッドブルの中ではこちらのトロピカルフルーツのイエローエディションが一番安かったです。ラベルレスレモンスパークリング富士山の強炭酸水 500ml×24 になります。価格は 1,237 円。1本あたり52円です。そのまま飲んでもいいですし、割るのに使ってもいいですし、良いところしかないですね。松屋セレクト4種32色になります。価格は 6,480 円。1色あたり202円になります。一応、全松屋を見たところ、牛丼とカレーだけっていうのが1色199円で最安だったのですが、個人的にはいろんな味を楽しめた方がいいかなと思ってこちらをご紹介しました。松屋好きすぎて週に1回は行ってますね。え、そんなに行ってたの？あ。はい、ということで今回は、Amazon 新生活セールファイナルの商品を見てみました。もし他にもこんないいものあったよっていうものがあったら、ぜひコメント欄にお書きいただければと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ概要欄からの商品チェックもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。